皆さんこんにちは、ゴリラチャンネルです。今日はこのチェンソーマンを開けていきたいと思います。はい、最近ゴートレイはチェンソーマンが好きなんだよね。ハマってる。なんで？だってかっこいいもん。かっこいいんだ。なんか怖いよ。ちょっと怖いね、グロい系ですね。で、悪魔だね。そう、悪魔となんかよくわかんないお話なんですけど、まだね、銃の悪魔ね、出てきてないんだよ。そうなの。パパはね、ストーリーを知らないんですが、チェンソーマンシールウェハースが出て子供にせがまれたので買いました。これパッケージが2種類あって、これがチェンソーマンでしょ。デンジの変身したチェンソーマンと、これは仲間、これ誰、どれが誰。パワーとデンジとアキとマキマさん。はい、なんでマキマさんだっけ、3なの。はい、こうやんだよ、こうやんだよ。へー、でそうやってぶっ潰す。そうなんだ。オッケー。でラインナップが28種類あります。特にシークレットとかは書いてないので、一番上がデビルレアだって。スーパーレア、デビルレアということで開けていきましょう。1人今回4パックなんで全部で8パックですね。開けよう、ゴーゴー。楽しみだね。今までドラゴンボールだったからちょっと。デンジがいいと思う。レイ君誰が欲しいの。デンジ。デンジが欲しいの。それデンジ？ポチタもいるから。あ、ポチタもいるの。欲しい。ポチタは死んじゃったんでしょ。死ぬ？いくよ。はい。せーの。せーの。もう見てるし。ゾンビの。なんじゃこりゃ。永遠の悪魔。欲しいの出た。マジ？欲しいの出た。うわすげえ、デンジとポチタ寝てる。かわいい。マジ？これキラキラじゃん。あ、でもレイ君これノーマルだよ。これレアじゃないよ全然。これの上がまだまだあります。でもよかったね、ゴー君のこの永遠の悪魔はよくわからないな。ゴー君これ見たことあるよ。はい、2パック目です。なんだこの開き方。来た？チェンソーマン来たかな。知ってる、知ってる人。待って、パワー当たった。マジ？あ、ダブった。え、最悪や。永遠の悪魔。おお。開けていい？パワー。開けていい？いいよ。これもノーマルだ。でも N。なんでいつも。パワー。せーの。ええ、ちょっと待って。なにこれ。キラッキラじゃん。これパワーだよね。これじゃん。これじゃん。本当だ。SR SR。すごいすごいすごい。かっこいい。待って。なんかハンマー持ってる。あ、なんかこれ当たっちゃった。ここにいるやつ当たっちゃった。これは最後、コベニ、コベニ、なんか呪われてるみたいな。絶対僕いいの当たんない。レアです。お願いします。お願いします。チェンソーマン、チェンソーマン。え、レイ君それラスト。僕もラスト。すごいね、パワー。ダブった。またそんなダブるの。え、そんなにダブるものなのこれ。パワーダブリ。はい、今回大当たりがパワー。今回大当たりがパワーで、レイ君はデンジ&ポチタ、この辺が当たりました。で唯一当たったのが SR だね。でゴー君がこんな感じです。パワーがダブった。ただこのこれはレアだけどね、だからね、星2こんな感じです。ゴくん悔しいの、うん、ゴくん誰が欲しかったの。ガチで泣いてる。ゴくん誰が欲しかったの。
見てくれてありがとう。チャンネル登録よろしくね。ツイッターのフォローもよろしくね。バイバイ。